運命の日が進む先が変わることはない。自分の運命を知ることは悲劇の始まりかもね。真面目だね。感心するよ。御神様、織姫、二人の努力は決して無駄にはしない。私の夢、自由気ままに生きられたらいいな、なんて。お、ぼーっとなんてしてない。瞑想してたの。瞑想は精神を落ち着けるのに必要なことなんだから。定めに戻りなさい。宿命は定まった。運命の日が進む先が変わることはない。自分の運命を知ることは悲劇の始まりかも。真面目だね。感心するよ。御神様、織姫、二人の努力は決して無駄にはしない。私の夢、自由気ままに生きられたらいいな、なんて。お、ぼーっとなんてしてない。瞑想してたの。瞑想は精神を落ち着けるのに必要なことなんだから。宿命は定まった。あれ
べき定めに戻りなさい。